50から53ですね。4冊届きましたんで作業していきたいと思います。非常に少ないですパーツは。始める前に細かな色塗りしてあるんで、その辺の説明だけ先に。まずこれオイルフィルターのアダプターですね。ここの部分黒で着てたんですけど、多分いろいろ調べるとここ鋳物か何か銀色だと思うんで、ここアダプターは銀にしてます。で、あとデストリビューターですよね。真っ黒のプラスチックで着てたんですけど、ここよりも下っていうんですかね、ここは銀にした方がらしくなると思ったんで銀色にしてます。で、あとはパワーステポンプタンクは多分真っ黒でいいと思うんで、まあ、この辺の足というかこの辺は黒のまんまですね。で、ここですね、これここが多分真っ黒のパーツで着てたんですけど、このパイプ部分って多分銀色で、そこにゴムホースというかバンドがつくような形になると思うんで、ここを銀で塗って、でバンドで締めてあるところよりもちょっとだけ黒の部分を残してこういう感じにしてます。なのでこの取り付け、ね、あたりを塗ってます。一応色差ししたのはその辺ですね。で、今回はこれ駅マニですね。駅マニが来たんですけど、銀色で来てるんですよね、駅マニ。駅マニってあの鋳造、鋳物の鉄、こんな感じで黒茶系の錆びてるような感じになると思うんですよ、 L 型のって。で、これ草加エンジニアリングさんが作ってるあの L 型のエンジンの模型ですよね。これもやっぱりあのデストリビューターのここ銀ですね。やっぱりこの駅マニの部分、茶色と黒を混ぜたような色で再現してあるんで、まあ、多分こういう風にした方が、多分ほとんど見えないんでしょうけれども、上にあのインマニの方が来るんで、駅マニはこういう色にしといた方がいいのかなと思います。なのでこれ組んだ後にちょっと色塗りはしようとは思ってます。じゃあまず駅マニですが、これとこれをつけてネジ止めするみたいです。こうしてネジ止めで、フランジですよね。このフランジですね、このポッチがついてるやつ、これをここに接着ですね。ここに接着していきます。はい、これ接着しました。で、この駅マニのここですね、ここにこのフランジの接着、ここに接着していきます。で、先ほどのこれですね、これとこれがドッキングするんですけど、向きがこの向きでネジが見えない向き、こうこうですね。こっちにするとネジ穴が見えちゃうんで、多分ネジ穴の見えないこっちですね。これを接着して、はい。で、この後ここに接着して終了なんですけど、これ接着前にちょっと黒茶の色に塗っときたいと思うんで、はい、これでじゃあちょっと色塗っていきます。一応ですね、こんな感じの色にしてみました。ちょっとこれと近いですかね。もう少し赤くてもよかったような気がするんですけど、はい。で、あとはここに接着して混合は終わりなんですけど、これ先ほど塗った液マニをここにくっつけて150は完成ですね。これ150です。151いきます。これですね、151号、フューエルインジェクターとスロットルリンケージ。じゃあこれいきます。パーツが少ないです。これですね、このパーツのここにこれを接着していきます。全部一緒かな、向きだけバラバラするような感じで。はい、じゃあこれ接着していきます。全部パーツ一緒ですね。で、向きがこの向きに対して全部こう上側にこの四角いのが来るように、こういう風ですね、こういう風、この向きで全部接着していきます。はい、ここですね。続いてこの辺のパーツですね、このパーツにこれを通します。まず向きがこのなんか上にドライバーみたいなっていうんですかね、これがあるのを上向きにします。ここを通して、ここ接着ですね、ここを接着します。
でその先にこれ向きがちょっとわからないけどこうですね。はい、じゃあこれ接着していきます。ここに接着で、まずこれ一つで、反対側ここもこのパーツを通して接着、ここを通して接着ですね。はい、接着します。で最後このパーツをここですね、向き的には多分混んでいいと思います。これ接着していきます。はい、ということでこうですね、このパーツとこれとこれですね。はい、以上で151の完成です。